こんにちは、日野です。今日は2022年の2月の16日になります。2月もね、半分を過ぎましたけれども、今日はこちらの、クラムの水というね、水があるんですけれども、こちらを今日本当に初めて飲みまして、今ちょっと飲んでたんですけれども、非常にね、飲みやすいですね。なんかすっきりした味で、まあ水の味の違いって僕そんなにこう敏感な方ではないんですけれども、スッと入ってくる、こう体に染み渡るような水かなっていうのを感じました。で、これは丸山信弘先生が開発した水で、前々から株式会社ユニカさんの方ではね、試験的に販売されてたんですけれども、まあ、今回正式に発売になりまして、このゼロ磁場の、処理したゼロ磁場技術を使って、まあ、その処理した水っていうのがありまして、それと、まあ、水素がね、もともと豊富な水みたいです。で、その水素豊富な水、場所は富山のですね、まあ、清流上岸寺川ですかね。ちょっと読み方が違ってたら申し訳ないんですけども、まあ、その上岸寺川の清流の水を使っているということですね。で、この水と同時にジェルも出てきてます。この水を、まあ、ジェル状にしたものがありまして、そのジェルもあるんですけど、まあ、どっちもね、非常に、メーカーさんにこう寄せられたお声を見てると、すごく体感がね、出てるなっていうのを感じます。まあ、あくまで個人差があるんですけれども、この水はですね、飲むだけじゃなくて、まあ、スプレーボトル、まあ、何でもいいんですけれども、そのスプレーボトルに入れていただいてスプレーして、自分のね、こう気になるところにかけていただくっていうのもいいですし、まあ、多分空間のこう浄化にもなると思います。まあ、そういう飲むと同時にスプレーするっていう使い方ができます。まあ、ただこれ飲む場合は、開けていただいたら、できたら3時間ぐらいで、3時間以内ですかね、に飲み切っていただくのがいいそうです。やっぱり水素の量も徐々にこう落ちてきますので。で、スプレーする場合はもうちょっと1日ぐらいは全然いいと思うんですけれども、ですので、まあ、ちょっとさっき妻にもね、飲んでみてもらってどうって聞いてたんですけど、まあ、いつもね、僕何でもかんでもこう体験してもらうときにすぐ、どうって聞くんでね、また言うと思ったって言われたんですけど、まあ徐々に体感出るんじゃないかなと、ちょっと楽しみにしております。で、水もいろいろあるんでね、いろいろ紹介したりしてますので、まあ、正直いろいろありすぎてですね、困ってるような状況なんですけども、まあいい水がね、いろいろあります。まあそれをいろいろ試しながらね、やっていきたいなと思ってるんですけれども、まあこのゼロ磁場処理を水使う、ジェルの方はですね、特にお肌にね、いいっていうのが今評判でですね、シミ、シワ、そういったものにね、いいような、まあいいっていうか、女性の方にはね、すごくいいんじゃないかなっていう、まあ、そのジェルも出てます。ジェルもね、非常に透明のジェルで、つけ心地もすごくいいですし、これもちょっと楽しみにしながら、僕もね、毎日必死にこうシミのところ、この辺りのシミのところに塗っていってるんですけど、まあそんな感じで、このクラムの水って言います。クラムの水っていうのがね、出てきましたので、クラムの水とクラムのジェルですね、まあ、ぜひまた興味があればですね、手に取っていただければと思います。ということで、今回は以上になります。ありがとうございます。